ちゃん、結婚おめでとう。これからは弟友でもよろしくね。こちらこそよろしくお願いしますね、リナさん。それで新居はどうするの？どこのおしゃれマンションに住むことにしたのよ。え？弟の拓也からは聞いているわよ。挙式しないで貯金は新婚旅行と挙式費用に回すってね。いいなぁ。旅行に新居購入に全部羨ましいな。いやいや、そんな豪勢はできないですよ。新婚旅行には行きますけど、新居購入なんてまだまだできませんから。え？でも弟の拓也は新居費用に回すって。それはあくまで結婚を機に家具家電を買い直すってだけですよ。私たち結婚後は私の実家で暮らすつもりなんです。え？そうなの？数年前に田舎暮らしをしたいと両親が地方に移住しているんです。今まで住んでいたマンションは私が引き取って、ずっと私が一人暮らしをしていたんですよね。それも拓也から聞いているわ。でも2年ぐらい前からあなたたちそのマンションで同棲していたじゃない。同棲をしていたマンションに結婚後も住むってこと？そういうことです。なので冷蔵庫や洗濯機を結婚を機に買い直すんです。そんなのダメよ。だな、同棲していたマンションに結婚後も住むなんて絶対ダメよ。どうしてですか？別に今のマンションに不満はないですし。あのね、結婚生活はいかにマンネリしないかが大事なのよ。なのに同棲の時同じマンションに住み続けるなんて、そんなんじゃ3ヶ月後には離婚しているわよ。そうなんですか？先に結婚した先輩としての助言よ。心して聞きなさい。そして今すぐにそこのマンションを手放しなさい。とっとと出て新しいマンションを借りるのよ。 でも私たちはいずれ一軒家の購入を目指しているんです。そのために頭金とかある程度貯金もしたくて、今のマンションで暮らした方がいろいろと都合がいいんですよ。だからダメだって言ってるでしょ。あんたたちが出ていかないとこの私が都合悪いのよ。は？今後もそのマンションに住み続けようなんて絶対にダメ。っていうか無理。もうそのマンションは売ったから、もう住めなくなるんだからね。は？来月にはもう引き渡したいのよね。だからなるはで引っ越し先を見つけなさい。そして荷物一つ残さず出ていくのよ。ちょっと待ってくださいよ。マンションを建ってどういうことですか？ここは私が両親から受け継いだマンションですよ。あなたが受け継いだマンションだけど結婚したんだし、もう弟のマンションみたいなものでしょ？そして弟のものは姉のもの、実質私のマンションでもあるってことだからね。え？何ですかその理屈。勝手に自分のもの扱いしないでください。そっちこそ勝手に独り占めしないでよ。結婚するっていうのはそういうことになるって覚悟しているはずでしょ？そんな覚悟はしていませんし、今後もするつもりはありません。まあなんて強情なのかしら。さくらちゃんってそういう子だったのね。私もリナさんがこんな突拍子もない方で驚いています。勝手に売り払うってそもそもどうなっているんですか？マンションの権利書も全部うちにあるんですよ。それなら弟の鍵をつらまかして奪ったわ。すでに私の手元にあります。何ですって？うわぁ、本当になくなってる。印鑑もなくなっているじゃないですか。売却に必要そうなものはとりあえずお預かりしているわ。あとは不動産屋の知り合いにお願いして売りに出すだけ。早速購入希望の方がいて、サクサク話が進んでいるのよね。そんな私の実家のマンションなのに。まあまあそんなに気を落とさないで。さくらちゃんのマンションは誰かの手に渡ってしまうけど、でもこれで確実に助かる人もいるの。これはいい売却だったのよ。いや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 、意味が全然わかりませんよ。マンションの持ち主は絶望なんです。人のマンションを勝手に売っておいて誰を助けられるんですか？もちろんこの私よ。でしょうね。リナさんしかいないでしょうね。実は私今ちょっとお金に困っていたの。だからさくらちゃんのマンションがあって本当に助かったわ。ありがとね。全く嬉しくない。感謝ですね。お金に困っているからって義理の妹の実家を勝手に売るなんて、まずは旦那さんに相談したらいいじゃないですか。相談なんてできるわけないでしょ。だからさくらちゃんを犠牲にしたんじゃない。勝手に義理を犠牲にしないでください。そして今すぐ売却手続きをやめてください。リナさんの勝手な都合に私たちを巻き込まないでくださいよ。
何よ、せっかく家族になったんだから少しくらいいいじゃない。そんな冷たいこと言わないだよ。私が家族になったのは夫の拓也さんです。リナさんはあくまで夫の姉、家族ではありません。なんだったら警察沙汰にしてもいいんですよ。もう、さあどうしますか。選択肢 A、 売却手続きをやれる。選択肢 B、 警察に行くのどちらかです。今なら特別サービスで選ばせてあげますよ。どんなの。選択肢 C の売却してお金をもらうけど許してもらうに決まっているわ。 Going my way。 ちょうどお金に困っていたし仕方なかったのよ。私は義理とはやめるんだから。妹の家は売り飛ばしたっていいんだもんね。ではお母さんは路上生活ですね。え？ああ、お母さんも悲しむでしょうね。せっかく息子夫婦との同居生活が待っていたのに。でもリナさんが売却するって言うんですから仕方ないですよね。同居って、お母さん、さくらちゃんたちと同居するの？はい、そうです。なんですって？でももう同居はできないですね。私たちはすぐにアパートを探せばいいだけですけど。すでに実家も売り払って今週末には引っ越す予定だったお母さんは一体どうするんでしょうね。しかも今週末？ああ、お母さんかわいそうに。ちょっとさくらちゃん、どういうことなのか説明しなさいよ。説明も何も、このマンションで同居する予定だったって話です。ほら、お母さんってしっかりしている方じゃないですか。ご自身でも老後に入りたい施設を見つけてるんですよ。そうなの？ただ、その施設が今住んでいるお家から7駅も離れているんです。それだけ遠いと知り合い会まで入所する時が来てもうまく生活できるのか不安みたいで、それでその施設がうちに近いので同居を提案したんです。え？先にこちらでコミュニティを作っておけば先の未来の施設入所だって怖くないでしょ。せっかく入りたいと思える施設があるんですから。それで新婚なのにお母さんと同居するってわけ？姑と同居なんて一体何を考えてるのよ。人生の先輩としてありえないわ。でも私お母さんのこと好きですし。え？それにお母さん、家賃はもちろん払うって言ってくれているんです。私たちはいつかの新居費用のためにガンガン働きたいし、そのためにできるだけ家のことをお願いしたいし、お母さんもこちらでの生活に早くなりたいしってことで3人大賛成での同居だったんです。超良好な嫁姑関係じゃないの。でもその計画もリナさんのせいでダダ狂いです。お母さんのことは責任取って引き取ってくださいね。え？私の両親から譲ってもらったマンションが広いから同居ができるんです。あの広さを借りようとしたら家賃がバカ高いのでもう無理です。私たちは手頃なアパートを借りるので、お母さんは責任を持ってリナさんが引き取ってください。無理無理、そんなの無理よ。リナさんのお宅広い一軒家じゃないですか。お母さんくらい同居できると思います。旦那さんに相談してくださいよ。だから無理だって言ってるでしょ。もう旦那には家から追い出されたの。私も暮らせないのにお母さんも暮らせるわけないじゃない。え、追い出された？どうよ、追い出されているのよ。私旦那と離婚したの。浮気がバレて追い出されたの。だから慰謝料の支払いやら今後の生活費やらでお金が必要なの。それでさくらちゃんの実家のマンションを売るのに、なんでお母さんを私が引き取らないといけないのよ。余計にお金がかかるじゃない。リナさんの大暴走の結果ですよ。何が大暴走よ。もう弟は今私のことを誘ってくれないあなたが悪いんじゃない。え？あの広いマンションならお母さんと一緒に私も住めたじゃない。私のことも誘ってくれたら売らなかったのに。実家のマンションで姑と義姑と同居ってさすがの私もそれはちょっと嫌ですよ。なんでお母さん良くて私はダメなのよ。よし、決めたわ。私さくらちゃんの実家のマンション買い戻すわ。え？売却は中止にして取り戻すの。だからお願い、マンションを取り戻したら私も一緒に住まわせてちょうだい。お家のことをしてほしいんでしょ。なら私もお母さんと一緒に頑張るわ。売却しちゃったお家は取り戻す。だからお願い、買い戻したお家に私も住まわせてください。もう買い戻してあるので。え？もう実家のマンションの権利書は手元にあるので大丈夫です。え？もう不動産に渡してあるのに。リナさんの旦那さんに連絡したらすぐに取り戻してくれましたよ。え？ああ、もう離婚してるので元旦那さんですね。え？待って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 、なんで元旦那に連絡してるのよ。拓也さんが元旦那さんは不動産関係の仕事だって教えてくれたので。え？
鍵をくすねられた責任があるって頭下げて元旦那さんに頼み込んでましたよ。もちろんリナさんの浮気のことも土下座の勢いで謝罪したそうです。その結果無事にツテを借りて権利書奪還です。え、代わりに私たちはリナさんへの電話を頼まれました。え、明日12時に駅前のファミレスに逃げずに来ること、今回の騒動に巻き込んだ手間賃を上乗せして慰謝料を請求するとのことです。上乗せですって？その時に家から盗んだ通帳印鑑を持ってくるようにですって。持ってこなければ窃盗罪で被害届を出す、使い込みが発覚すればその分も請求するとのことです。いろんなところで窃盗を働いてたみたいですね。あと今お母さんからも伝言の依頼が追加でありました。次は何よ。緊急速報、緊急速報、たった今から絶縁する。え、そうです、もう娘とは思えないから絶縁したいとのことですよ。絶縁ですって？これだけ人様に迷惑をかける娘は家族じゃないだそうですよ。では伝言は以上になります。失礼しました。待ちなさいよ、あなた今義理の姉が崖っぷちのピンチに立たされているのよ。それなのに何の助けもないの？あなたの姉は困っているのよ。私に姉もいません。え、私の夫は拓也さんです。その夫の母親が娘はいないものとみなすと宣言したんです。なら嫁として私にも姉はいません。そんな。ではこれで失礼します。二度と私たちに関わらないでくださいね。リナさんは元旦那さんとの話し合いの場に。久しぶり。私リンだけど元気にしてる？え、リンって高校時代同じクラスの？うん、そのリンだよ。覚えていてくれて嬉しいな。そりゃ覚えてるに決まってるじゃん。高校3年間ずっとあなたに無視されてたんだから。よく覚えてるね。忘れてくれてよかったのに。辛い記憶は忘れにくいものなのよ。それで今更私に一体何のよ。私たち大人になってもやりとりするほどの仲じゃないよね。だからこそ仲直りしたくて連絡したの。あのね、私今度結婚するの。楓のことも招待するから来てくれないかな。え？私を結婚式に？うん、と言っても結婚式は身内だけでやるから楓に来てほしいのは二次会なんだけどね。まず結婚についてはおめでとう。でもどうしてそんなお祝いの場に私を？わざわざ嫌ってる私を呼ばなくてもいいんじゃない？何言ってるのよ。結婚するからこそ楓を呼びたいんじゃない。え？私はこれから素敵な花嫁になって、いつかは子供を産んで母親になるの。だから未来の子供に恥じない人になりたいの。楓にはひどいことをしたから謝って仲直りしたいの。つまり軸満の謝罪を私にしたいってわけね。悪いけどそんな薄っぺら謝罪はいらないから。そんなこと言わないでよ。同窓会にも楓は来てないでしょ。謝るチャンスは私の結婚式しかないの。3年間無視しただけじゃなくて周りにはぶるように強要してたよね。そんな同窓会に行くわけないじゃない。だからお願い、本当に心から謝りたいの。そうだ、あのね、二次会の会場は超美味しいレストランを貸し切りにしたの。ケーキもお肉も何でも食べ放題だよ。バイキング好きだったよね。え、食べ放題なの？私の婚約者ね、都内でレストラン経営をしてるシェフなのよ。だからそのつてでものすごく美味しいレストランを貸し切りにできたの。婚約者がシェフなんだ。それはすごいね。毎日美味しいご飯が食べ放題じゃない。おかげで幸せボトルが止まらないよ。噂で聞いたけど、あなた今も独身で保険やってるんだって？うん、そうだけど。派遣の低賃金だ。素敵なレストランにも行けてないでしょ。食べ放題目当てでいいからとにかく来てよ。は？それじゃあ招待状送るから絶対に来てね。あんただけの特別席を用意しておくからさ。リン、今大丈夫？二次会の会場に来たけどここで会ってるんだよね。誰もいないし店員さんもそんな予約は入ってないって言ってるの。あんたマジで来てるんだ。え？プあんたって高校時代と変わらずにバカなんだね。のこのこと偽会場に現れてウケるんだけど。ちょっとリン、偽会場ってどういうことよ。私今までの謝罪をしたいって言ってたわよね。はあ、私が本気であんたに謝罪なんてすると思ってるの？独身保険女っていつまでも能天気でいられていいわね。なんですって？私があんたに謝罪なんてするわけないじゃない。あんたを偽会場に呼び出したのはただの余興よ。余興ですって？結婚したら素敵な奥様
に生まれ変わろうと思ってるの。だから、結婚前最後にあんたにめちゃくちゃ恥をかかせたくて、騙されてくれたあんたで最後の人笑いができたわ。ありがとね。は？なんで私がそこまであんたに嫌われないといけないのよ。ここまで嫌がらせされる意味がわからないわ。は？この私を傷つけたことを覚えていないっていうわけ？私から女子マネを横取りしたこと一生忘れてやらないんだから。え？女子マネ？野球部の女子マネだよ。私はそこで未来の野球選手と出会うはずだったのに、イケメン部長と出会う予定だったのに、あんたが女子マネに選ばれたせいで私の計画は崩れたんだからね。ああ、うちの高校の女子マネは一学年一名の採用だったもんね。希望者殺到で野球経験者の私が選ばれたんだっけ？顔採用なら絶対に私が選ばれたはずなのに、その後ちゃっかり部長と付き合ってたのも忘れないんだから。それで私のことを嫌ってたっていうの？しかも二次会の会場を騙してまで。はっ！傷つけられた人にしかわからない心の傷ってものがあるのよ。それでこんな嫌がらせって執念深すぎるでしょ。へへへへん！本当の二次会会場には同級生がいっぱい来てくれてるもんね。あんただけ別会場にポッチでざまみろ。はいはい、どうぞ皆さんで楽しんで。言われなくても楽しむっつーな。その代わりあんたもポッチで楽しんでね。はぁ？帰るに決まってるじゃない。食べ放題かと思ってお腹も空かせてきたし、とっとと帰るわ。それならそこのお店で食べたらいいじゃない。伊勢会場にしたそこのお店も高級フレンチ料理店として有名だよ。みたいだね。私もよく雑誌やテレビで見てるから知ってるよ。あ、ごめん。そこで食べていきたくても貧乏でお金がないから無理だよね。は？だってあんたは低賃金の派遣 OL じゃん。高級フレンチ料理なんて食べたくても食べれないよね。かわいそう。こっちは本当の会場でこれから食べ放題なのに。あんたいい加減にしなさいよ。食べ物の恨みバカにしたら痛い目見るわよ。プププププ私の恨みで痛い目見てる奴が負け惜しみ言ってる。なんだすって？教えた二次会の場所も、時間も全部嘘。あんたは一人で高級料理店で楽しみな。ああ、でも、貧乏人に高額を会計なんてできないか。いや、あんたの婚約者家族と楽しむことにするわ。え？帰ろうとした私を凛の婚約者家族が引き止めてくれたの。どうぞ無料で楽しんでくださいって言ってくれたから。お言葉に甘えて食べてくるわね。ちょっと待ちなさいよ。私の婚約者の家族ですって？なんであんたが彼の家族と一緒にいるのよ。っていうか一体誰なわけ？今日は私たちの結婚式で親族はみんな結婚式に出席されてるのよ。その中でも欠席してる方がいるはずでしょ。例えば同じ料理人として別店舗で働く婚約者の弟さんとかね。え？すごいね、凛の婚約者一家って代々続く料理人一族なんでしょ？だから身内の結婚式より修行優先なんだってね。弟さん、修行のために今日もこの店で働いてるんだって。嘘でしょ、嘘でしょ。え、彼の弟がそこの偽会場のお店に？今日はたまたまホールに出てたみたいで私の対応してくれたんだ。予約はないって言うから詳しく新郎新婦の名前を伝えたら、それ俺の兄貴たちの結婚式じゃないですかって。嘘でしょ、なんで今日に限ってホールにいるのよ。もう弟さんブチギレだよ。兄貴の結婚相手がこんな人なんて許せない。技師として受け入れられないから抗議するって。え、今ものすごい勢いで電話してるけど多分式場にじゃない？今すぐ結婚式を中止しろって声が聞こえてくるわ。いやー、あのショー会場中がざわつき出した。新郎両親が青ざめてるんだけど。ほらほら、本当にこのまま中止になったりして。そんなの嫌よ。ちょっとあんたはどうにかしなさいよ。あんたのせいで今会場中がざわついてるのよ。いや、私関係ないでしょ。むしろ騙された被害者だし。うるさい。いいからなんとかして。このまま中止になったら一生許さないからね。それでいいよ。私もこのままコケにされたこと一生許すつもりないし。え？それじゃあね、私高級フレンチをただで楽しむことになったから忙しいの。結婚式も二次会も私抜きで楽しんでね。エデ、助けて。私と口裏合わせてちょうだい。あんたが勘違いして場所を間違えたことにして。は？私に嘘つけってこと？あんたに騙されて昇進中のこの私に？何が昇進中よ。どうせたらくフレンチ通り食べて幸せに立ってるところでしょうが。あら、よくわかったわね。あんたがのんきに食べてる間にこっちが超修羅場を迎えてるのよ。結婚式中なのに婚約破棄だって言われてるの。結婚式
弟さんのブチギレ効果はすごいわね。どうしてくれるのよ。結婚式が中止になったらそのままこの後二次会も中止だよ。高校の友達がみんなお祝いしてくれるはずなのに。大丈夫、友達の一人である私はすでにお祝いする気がないから。あんたのことなんてどうでもいいのよ。とにかく今最優先なのは結婚中止を止めることよ。だから絶対に協力しなさいよ。そしたら二次会にも呼んであげるからいいでしょ。二次会に、だからいいわよね。あんたが会場を勘違いしていたってことで口裏を合わせなさい。そしたら二次会の本当の会場を教えてあげるわ。二次会参加者はここにいるよ。え？結婚式が中止だと必然的に二次会も中止でしょ？それを見越した婚約者の弟さんが迷惑をかけてしまうからって全員こっちの店に呼んでくれたの。え？弟さんとっても行動が早い人なんだね。とっくに二次会のお店にキャンセルの連絡を入れてるよ。招待客はみんなこっちで楽しんでるし、ちょっとした同窓会パーティーで楽しいよ。嘘でしょ？そんなの何も聞いてないわ。あんなブラック弟、一体何勝手なことしてんのよ。バカな義士の尻拭いでしょ。俺を言うことはあってもあんたが怒る理由はないわよ。はあ、偉そうに私に説教してるんじゃないわよ。元を言えばあんたのせいでこうなったんだからね。自分のせいでしょ。最初から私に本当の式場を教えてたらよかったのに。だってそれは結婚前最後の嫌がらせをしたかったんだもん。あんたにどうしても恥ずかしい思いをさせなかったの。そのせいで結婚の話が消えかけてるけどな。知るか。それじゃあ私はこのまま同窓会パーティーを楽しむから。何が同窓会パーティーよ。所詮あんたはみんなにハブられてたくせに、そんなあんたが楽しめるわけないじゃない。そっか、リンは知らないよね。表向きはあんたを気にして私をハブってたけど、裏じゃいつもみんなが話しかけてくれてたんだよね。え、中には今でも連絡取り合ってる子だっているし、むしろあんたがいないおかげで同窓会はとても楽しいよ。一人だけ別会場にいてくれてありがとね。それじゃあこれでバイバーイ。結局リンの結婚式は途中で中止となり、そのまま両家で話し合いへ。料理人一族の婚約者が、おからの醜い人と一緒だと俺の料理もまずくなると言い出したのが決定だとなり、婚約破棄となりました。ちなみに私たちが弟さんのお店で食べた金額は、その後リンさんが支払うことになったそうです。お母さん、私のお昼ご飯はどこ？お腹空いたよ。冷蔵庫に昨日のカレーが入ってるって言ってあったでしょ？自分で温めて食べなさい。ああ、昨日の残り物って手抜きかよ。そんなの食べたくないから今すぐ出来たてのご飯作ってよ。お母さんは今部屋で仕事中なの。ちょうどリモート会議も終わったところだけど、議事録をまとめないといけないし、ちょっと当分は部屋から出られないわ。わがまま言ってないでカレー食べてなさい。やだやだやだ。私今はパスタの気分なの。生パスタ食べたいから手打ちから作ってよ。今すぐね。は？そんなのすぐ作れるわけないでしょ。高校生にもなってそんなわがまま言わないで。どうしても食べたいなら自分で作るか冷食でも買ってきなさい。娘の昼ご飯が冷凍食品ってありえないから。母親のくせに家事をサボっていいと思ってんの？お母さん仕事で忙しいのよ。毎日家にはいるけど在宅ワークだって言ってるじゃない。お願いだから17時までは仕事に集中させてちょうだい。何が仕事だよ。在宅ワークなんて仕事のできないやつがやるものなんでしょ。無能のくせに偉そうにしてんじゃないわよ。え？前におじいちゃんが言ってたよ。お母さんは無能だから家で仕事させられてるんだって。会社でお荷物扱いだから家にいるよう言われてるんでしょ。リモートワークは無能のする仕事だって教えてもらったもんね。何よそれ。お父さんがそんな陰口言ってたの？おじいちゃんだけじゃなくておばあちゃんも言ってたよ。一人でポツンと引っこもるような働き方は絶対におかしいって。そんなの働いてるって言わないって。お母さんはただ働いてるふりしかしてないんだって。は？ちゃんとお母さんは働いてるわよ。在宅ワークに切り替わって会社も家も大変で、そんな中お母さんが必死に頑張ってるの家は見ているでしょ。そんなバカな言葉は信じないわよね。あ、お母さんが無能なのは事実でしょ。え？
必死に頑張ってるのは無能だからでしょ。通勤時間が減ったのに毎日慌ただしく働いてさ、あんたお母さんで時間の使い方が下手な無能だよね。嘘でしょ？お母さんのこと、あなたまでそんな風に思っているの？家にいるなら前より家事もできるよね。お父さんは今まで通り会社に出勤して働いてるんだよ。それならお母さんが家のことをもっとちゃんとやるべきだと思う。なのにそれができないお母さんはただの無能だよ。何よその言い方は。お母さんちゃんと仕事も家事もしてるじゃない。いやしてないね。家にいるのに私のこと起こしてくれないし、部屋だって掃除してくれないじゃない。は？高校生になった時にきちんと言ったはずよ。お母さんはあなたの世話はもうしません。事実のためにも毎日起床も掃除も全部自分でやりなさい。そんなのだらくてやってられるかよ。母親なんだから全部お母さんが私をお世話して当然でしょ。いいえ、絶対にいたしません。いい加減にその自分中心の考え方をやめなさい。後で絶対に痛い目見るわよ。娘なんだからこの家の中心でいて当たり前でしょ。つうかお母さんこそ自分中心の考え方してんじゃないわよ。会社からお荷物扱い受けてる無能のくせにバリキャルぶって、母親のくせに家事サボってんじゃねえよ。は？もう面倒だから今日もおじいちゃん家でご飯食べてくるわ。その間に私の部屋の掃除頼んだよ。それじゃ。お母さん、私このままおじいちゃん家に泊まってくね。はいはい。明後日は学校なんだから明日には戻ってくるのよ。いやもうそっちには二度と戻らない。私おじいちゃん家の子になるから。え？おじいちゃんたちに教えてやったの。お母さんが無能のくせに家事をサボってるってね。そしたらもうそんな家には帰らなくていいって怒ってるよ。だからおじいちゃんたちの子になるって？バカなこと言わないでちょうだい。私本気なんだけど。え？お母さんさ、今すぐお父さんと離婚してよ。そしたら私はお父さんについていくし、このままおじいちゃんたちの家で暮らすからさ。え？離婚って、え？おじいちゃんたちもそれがいいと言ってるんだよね。家事も仕事も中途半端な無能に大事な孫は預けられないって。お父さんのためにも別れてくれって隣で言ってるよ。お父さんのためにも別れてくれってどういう意味よ。そんなことできるわけないでしょ。おじいちゃんが言うには男の出世には妻の協力が必須なんだって。でもお母さんみたいな無能が妻だとお父さんの足を引っ張るだけだから必要ないって。は？さすが元大企業の部長にまで上り詰めたおじいちゃんは違うね。お父さんと私の幸せを一番に考えてくれるんだもん。ふざけるんじゃないわよ。私がお父さんの足を引っ張ってるですって？むしろ対等に、いやそれ以上に頑張ってるのは私の方なのよ。仕事だけじゃなくて家事は全部私一人でやってるんだから。あ、それが何？母親は仕事も家事もして当然でしょ。え？っていうか、会社にも出勤させてもらえず、家事だって全部中途半端じゃん。何も頑張ってないのに偉そうなこと言っててウケるんだけど。ゆい、あなた本当にお母さんをそんな風に思ってるの？反抗期を言い訳にするなら、今なら許してあげるわよ。許さなくたっていいよ。これが私の本心だもん。ゆい、ちなみにお父さんに離婚してほしいって言ったら、お父さんも実家に戻れて嬉しいって言ってたよ。あんたは誰からも必要とされていないんだよ。そんな、お父さんまでそんなことを？ってことで、さっさと離婚よろしくね。私、このままおじいちゃんちの子になるから、仕事も家事も中途半端な無能の母親なんて必要ないんだよ。黙ってろ、このゴミカスが。え？黙って聞いていれば言いたい放題。いいわよ、そこまで言うならお望み通り離婚してやるわよ。こっちは新しい仕事形態に宿泊してるところなのに、協力や応援どころかバカにする家族なんてこっちこそいらないわ。ちょっと娘にゴミかすってひどすぎない？離婚されるからってこっちに八つ当たりしないでよね。捨てられるのはお母さんが無能だから。何言ってるのよ、無能はそっちの方でしょ。過去の栄光にすがりつく年金暮らしのお父さんと首寸前の父親、そしてどうしようもないアホ娘の3人でしょ。うん、首寸前の父親？メロが集まるとどうなるのかしらね。今後のあなたたちのことは気になるけど、まあ大体は察しがつくから別に報告はいらないわ。二度と私に連絡してこないでね。
ちょっと待って、お父さんが首すんでてどういうことよ。無能ゆえの結果でしょ。はあ、ちゃんと説明してよ。隣のおじいちゃんもふざけたこと言うなって怒ってるよ。じゃあお父さんにこう伝えてくれる？あなたの息子さんはテレワークで社内浮気がバレて今は首の危機ですよって。え、お父さんが浮気？お父さんもテレワークだった時期があったでしょ。その時に社内用チャットやビデオ会議を私的に利用して社内にいる浮気女としょっちゅうやりとりしてたみたいなの。でもそれが履歴から会社にバレて社内処分へ。今は部署の中でお父さんだけがテレワーク禁止で、会社に来ては誰もいないオフィスの掃除や雑用しているそうよ。掃除と雑用、嘘でしょ。お父さんの今の仕事ってそんな地味なの？どんな仕事でもいいから働かせてくださいって必死に頭を下げた結果だそうよ。でもそろそろ正式な解雇通知が出るらしいわね。嘘でしょ。お父さんが仕事を失ったらどうするのさ。私の高校は大学進学くらいはちゃんとできるよね。さあ、それはどうかしらね。でも甘やかしてくれるおじいちゃんとおばあちゃんがいるじゃない。きっとお金なら出してくれるわよ。元大企業の部長なんだし。でも今は年金暮らしでしょ。大丈夫かな。そんなお金あるかな。お父さんが喜んで実家に戻りたがるくらいだもの、そこそこ高いはあるんじゃない？勝手な憶測でしかないけどね。それじゃあお望み通り離婚するからこれでさようならね。ゆい、元気でね。静香さん、今すぐ家に来てくれないか。パソコンってのはどこで電源をつけるんだ？え？お父さん？昔のつてで地元企業に再雇用されたんだが、作業は全部テレワークでやってくれと言われたんだ。俺はパソコンなんてできないって言ったのに、なんてひどい会社だ。ああ、ならやめたらどうでしょう。パソコンもできない社員がいる方が会社迷惑ですよ。そんな簡単にやめられるか。お前が息子と離婚したせいでこうなったんだぞ。息子はあの後すぐにクビになって今はバイト生活。孫はこれから学費もあるし、俺たちの年金とバイト代だけじゃ暮らしていけない。でしょうね。ゆいは海外留学も行きたがっていましたから。だから俺が働きに出ることになったんだ。定年退職した俺を働かせるなんて全部お前のせいだぞ。敵の責任感ですね。では頑張ってください。だから頑張ろうにもパソコンが言うことを聞かないと言ってるだろう。どこが電源だ？ファイルとはなんだ？俺は何もしてないのに勝手に変な音が流れるぞ。お父さんが何かしたからそうなってるんですよ。自分でどうにか頑張ってくださいね。ふざけるな。離婚したとしても一度はうちに嫁いだみ。早くなんとかしに来ないか。元嫁サポートセンターは営業終了となっております。なお今後営業を再開する見込みは立っておりません。なんだと？テレワークもできないなんて無能の中の無能ですよ。周りからそう言われないように必死に頑張ってくださいね。私やっぱりお母さんと暮らしたい。もうこのような暮らしは嫌。お母さん迎えに来てよ。え？浮気なんてするお父さん気持ち悪くて仕方ないし、おじいちゃんパソコンに向かっていつもキレてて怖いし、私お母さんのところに帰りたい。そうだわ、あなたがお父さんのサポートしてあげなさいよ。パソコンの使い方がわからなくて困ってたわよ。そんなのしたくないからお母さんのところに行きたいんじゃん。おじいちゃんたらひどいんだよ。使い方がわからないってパソコンにブチ切れた挙句、私が代わりに仕事しろって言ってきたの。え？リモートワークなら誰がパソコン操作してるかわからないから大丈夫だって。だから私がおじいちゃんの代わりに学校休んで仕事しろって、そんなこと言ってくるんだよ。私はまだ高校生なのに。さすが元大企業の部長さんね。発想が大胆だわ。お母さん助けて。お父さんと再婚してなんてわがままは言わないよ。でも私だけでいいから行き取って。そんなの嫌よ。母親を無能扱いした娘となんて誰がまた暮らすもんですか。まあそんなことしないよ。リモート会議中も静かにするし、自分で自分の部屋も掃除するからお願い。おばあちゃんが家の掃除って名目で勝手に部屋に入るの。下着はあくまで事細かくチェックされて気持ち悪いの。あらあら、迎えに来てくれないなら私が今すぐそっちに向かうよ。まだ前の家に住んでるよね。すぐに荷物まとめて引っ越すから。まああの町にはいないわよ。え？
離婚後にすぐ家を手放して私は市外に引っ越したの。だから前の家に来ても意味ないわよ。引っ越したならちゃんと教えてよ。隣場違いなら全然私も問題ないよ。いや北海道だけど。離婚後に職場から完全リモートワーク宣言が出されたのよ。出社ほぼしなくて済んで、なんだったら田舎移住するならその費用も半額負担するって。だから北海道に引っ越し、思い切りが良すぎるでしょ。だって北海道は美味しいものが多いし憧れだったんだもの。こっちには友達も結構多く住んでるし、離婚後の再スタートにちょうどいいと思わない？ちょうど昇進していいマンションだって買えたし。え、お母さん昇進したの？どこかの誰かさんと違って社内浮気なんてしてないし、パソコンの使い方がわからないってブチ切れたりもしてないもの。真面目にコツコツ頑張ってきた結果よ。こんなことなら最初からお母さんについていけばよかった。後悔しても遅いのよ。そういうわけで私はあなたを引き取るつもりもないし、新しい住所だって教えないわ。それじゃあゆ、元気でね。その後のユイや元夫たちはというと、元夫は今も再就職ができずにバイト生活。お父さんはリモートワークの仕事を放棄し、勝手に出社しては若い社員を捕まえて昔の功績を語るありがた迷惑おじさんと化したそうで、その後すぐにクビになってしまったそうです。その結果、ユイが大学進学する余裕は当然なく、高校卒業後は即就職が決まったようです。マサト、今どこ？もうお昼過ぎたんだけど。言っただろ、友達が誕生日を祝ってくれてるんだ。今はみんなと飲んでるところだよ。え？もう飲んでるの？今日は俺の誕生日なんだ。別にこれくらいいいだろ。そうだけどさ、ハメを外さないか心配だな。マサトって結構悪酔いするし。大丈夫大丈夫。俺もそろそろ酒の適量分かってきたから。で、何時頃に解散する予定なの？夕方までには帰ってこれるよね。え？え？まさかこのまま朝まで飲むつもりじゃないでしょうね。ああ、当たり前だろ。でもな、何時頃になるかな。結構みんなと盛り上がってるし、何時に帰るかわからないかも。そんなのダメだよ。友達と楽しく遊ぶのはいいことだけど、ちゃんと夕方までには帰ってきたよね。え？夕方？ちょっと、私との約束忘れたの？え？約束？今夜、マサトの誕生日をお祝いするって言ったじゃない。いつものお店、19時に予約してるんだから。子供たちだって、私の実家に預かってもらったし。ああ、そうだったね。今日だって、本当は子供たちを朝から預けて、午後から二人でデートの予定だったじゃない。それなのに、急に今日になって友達と遊んでくるって出かけるんだから。それは仕方ないだろ。急に誘われたんだ。友達からの誘いを断るなんて失礼だろ。分かってるわよ。だから友達とのお出かけを許したんじゃない。それなのにまさかお昼から飲んでたなんて。なんだよ、休日くらいどう過ごしたっていいだろ。俺は結婚したら友達と昼間から酒も飲んじゃいけないのかよ。そうは言ってないでしょ。むしろ結婚後も誘ってくれる友達がいるなんて素敵だと思う。そうだろ、俺の人徳ってやつだな。でも今日のお昼も会食で夜も会食になっちゃうし、それにお酒も飲んでるんでしょ。夜の予定大丈夫？大丈夫大丈夫、なんとかなるよ。そう？ならいいけど。それでお店の予約は20時だっけ？直接お店集合する感じ？ちょっと19時予約って言ったでしょ？もう酔っ払ってるの？あ、そうだそうだ、19時だったね。マサトはもう外出してるし、そのまま予約時間前にお店の前で待ち合わせていい？ああ、どうせならお店じゃなくて最寄り駅集合にしようよ。せっかくの外食だしさ。いいわね、ちょっとしたデートみたい。子供たちも今日はいないし。だろ。でも大丈夫？
最寄り駅からレストランまでちょっと歩くけど。そんなの気にしないよ。むしろそれぐらい離れてた方が助かるし。え？まあとにかく最寄り駅集合な。俺はまだ友達と遊ぶつもりだから直接向かうよ。わかったわ。じゃあ夜にね。お昼から飲むのもいいけどそこそこにするのよ。わかってるよ。じゃあな。マサト、今どこ？もう約束の時間は過ぎてるんだけど。あれ、もうそんな時間だっけ？ごめん、全然時計見てなくてさ。それで今はどこなの？まだ友達と飲んでる感じ。友達と？昼から一緒に飲んでた奴らだよ。思った以上に盛り上がってさ。今までずっと飲んでたんだよね。19時から私とレストランに行く約束だったよね。今すぐ解散してこっちに来れないの？そんなのせっかく集まってくれた友達に申し訳ないよ。まだまだ盛り上がってるから。全然解散の雰囲気ないし。そうなんだ。だからさ、悪いんだけど彩香とのご飯はまた今度にしよう。は？本当にごめんね。もうレストランには俺がキャンセルの連絡しておいたから。キャンセルですって？俺の名前で予約してたんだろ。だから前もってキャンセルしておいた。キャンセルの連絡はできるのに、私には断りの連絡も事前にできないわけ？ごめんごめん、友達が割り合いしちゃってさ。なんかスマホ触ってるのを嫌がるんだよね。まるで彼女みたいな絡み方するのね、そのお友達って。え、そうかな。せっかくマサトの誕生日をお祝いしようと思ったのに。毎年あのレストランで食事するのが私たちの過ごし方だったじゃない。結婚して何年も経つとたまにはイレギュラーな時もあるって。そうかもしれないけど、さすがにこれはひどいと思わない？私なりにマサトの誕生日お祝いしようと準備してたのに。準備って毎年レストランで食事するだけじゃん。誕生日プレゼントはお互いなしってルールだろ。そうなんだけど、実は今年だけ誕生日プレゼントを用意してたのよ。え、そうなの？珍しいじゃん。なんで？たまにはイレギュラーな時があってもいいでしょ。喜んでくれるといいなって思いながら準備してたのに。そうだったんだ。ほんとごめんね。俺、彩香がそんな準備してくれてると知らなくてさ。知らなくて当然だよ。こっそり準備してたんだもの。そうだよな。じゃあ友達と飲み終わったら今日はすぐに帰るよ。え、本当に？お昼から遊んでたし、さすがに友達も返してくれるって。それに彩香からの誕生日プレゼント嬉しいし、早く帰って受け取りたいな。そんなに喜んでもらえて嬉しいな。奥さんからの誕生日プレゼントだよ。何でも嬉しいに決まってるじゃん。本当に？借金でも喜んでくれるのね。え？まさかそんなに喜んでくれるなんてね。ドキドキしながら準備したから嬉しいわ。え、ちょっと待って、今借金って言った？ええ、言ったわよ。マサトへの誕生日プレゼントは借金だよ。これから私への返済、毎月滞りなくお願いね。あ、え、どういうこと？借金？しかも返済は彩香に？うん。どういうことだよ、全然意味が分かんないんだけど。てか俺が彩香にお金を支払うってなんで？なんでって、あなたが浮気なんかしてるからでしょ。え、あなた浮気してるよね。しかも現在進行形で。え、待って、なんで？全部知ってるよ。マサトが1年前から浮気し始めたことも、今まさにこの瞬間も浮気女と一緒にいることもね。え、静かにこっそりと離婚の準備を進めてたの。だからって借金？意味がわからないよ。離婚するにあたって子供の親権は私がもらいます。だからマサトには養育費を請求したいの。それがなんで借金になるんだよ。養育費は養育費だろうが。もしあなたがそこにいる浮気女と結婚した時に、養育費が減額される可能性もあるのよ。扶養者が増えたので養育費を支払う余裕はありませんってことでね。そんなことしないよ。てか俺は彩香と離婚したくない。俺の話も聞いたよ。
浮気した人の言葉なんて信用できるわけないでしょ。実際に養育費の振り倒しってよく聞くし。そんなことしないって。だから養育費を借金名目にします。マサトは借金返済として養育費分の金額を私に支払ってください。なあ、少しは俺の話を聞いてくれたっていいじゃない。ちょっと聞いて。確かに浮気はしてたよ、認める。でもただの遊びなんだ。仕事と家庭での疲れを外で発散させていただけだよ。ストレス発散に1年も？しかもただの遊びですって。毎年妻と祝っていたレストランで今一緒に過ごしているのに。なんでレストランにいるって。言ったでしょ、全部知ってるの。あなたがレストランにキャンセルの電話もせず浮気女と一緒に過ごしていることもね。今日のお昼からずっと浮気女と会ってたんでしょ。何が友達に祝ってもらってるよ。浮気女と一日中ホテルにいたくせに。俺と彼女のことをつけていたのか。ええ、今日一日あなたのご両親と一緒にね。親と。ちなみに今もあなたのご両親とレストランにいるわよ。お昼からお酒飲んでたものね。注意力散漫で気づかなかったのかしら。待って、もしかして今ここにいる？俺と彼女のこと見えてる？ちょうどあなたの後ろのテーブルにいるわよ。私はあなたのご両親とお食事中です。養育費を借金名目にする公正証書を作ったのよ。そのサインをご両親に書いてもらいながら最後の晩餐中ってわけ。サイン？マサトと離婚したら子供たちはマサトやご両親に会わせるつもりはなかったの。そのことを話したらそれだけはやめてくれって言うから、代わりに公正証書の保証人のサインをお願いしたのよね。そんな。これでもしマサトが借金返済遅れてもご両親が保証人となって払ってくれるんですって。その代わり2ヶ月に1回の面談を許してあげたわ。本当にこのレストランにいるのか。ハッタリとかだよな。そう思うなら振り返ってみたら、私もご両親も勢ぞろいしてるけど。に向けるわけないだろ。嘘だ、これはハッタリだ。嘘だ、ハッタリだ。そうやってスマホばっかり触ってると彼女さんに怒られちゃうわよ。明らかにムスッとした表情してるじゃない。見えてるのか。だって同じレストランにいるんだもの。そうだ、せっかくだし私ご挨拶してもいいかしら。挨拶？あなたが一緒に食事してる彼女さんによ。これから慰謝料請求とかでお世話になるし一度挨拶しておくべきよね。待って、それはやめて。私との離婚後に彼女さんと再婚するなら次の奥さんは彼女よね。ご両親もご一緒に挨拶した方が効率がいいわよね。やめて、お願い。浮気については謝る。親にも後で謝る。子供たちだって謝るよ。だからここは穏便に行こう。あら、私は十分穏やかにあなたと話を進めてるつもりだけど。どこがだよ。浮気現場で義両親と食事とか怖すぎるだろ。ここは毎年お世話になってるレストランだぞ。迷惑をかけちゃいけないよ。いいか、絶対にこっちのテーブルに来るんじゃないぞ。大丈夫。穏便に優しく挨拶するだけだから。それじゃ今からそちらのテーブルに向かうわね。マサトのテーブルに行くと驚きのあまりに気絶してしまったので、結果的にお店に一番迷惑をかけたのはマサトでした。そして後日私たちの離婚は成立しました。借金名目の養育費についてマサトもサインしてくれたのでこれからは減額の心配もなく毎月受け取れます。離婚をきっかけにマサトは浮気女から結婚をせがまれているようですが、マサトにとってはただの遊び相手だったようで今も必死に逃げているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、
それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画